ジェンダーレスエイジレス体ボンレスグラリオーサ男です。わいざいまー。はい、ということで、今回の企画なんですけども、ある時ね、男友達と喋ってたら、なんか男友達がなんか男っておにぎりじゃねっていう感じのこと言ってきて、はぁはぁ通り越してばば通り越してパーって、ちょっとそれ YouTube でさ、おにぎり作るとこ食べるとこやってみればみたいな、なんか提案されて、炊飯じゃから直接おにぎり握っちゃえばみたいなこと言われて、いやそれ面白株式会社になるっつって、つまんな有限会社になっちゃうんじゃないのって思ったんだけど、いやそれ絶対付け加えた方がいいっていうこと言われたんで、ちょっと炊飯じゃから直接おにぎりを握るという企画をやりたいと思います。じゃあ開けちゃいますね。はい、見えるかな、湯気しっかりご飯入ってます。もうこぼれるぐらい。じゃあいっちゃいますね。しー、まこと、こんなに、ここまで、あ、そう、もう袖してる場合じゃねえわ。おお、直接ってこう、ちょっと待ってね。ああ、ちょっともう指先トラウマってる。総合熱いわ。握れる、これ、あっちゃ、あっちゃ、あっちゃ、髪の毛についた、ご飯が熱い。あっつ、あっつ、男友達よ、おい男友達、なんつう企画させんだ。握ってやんよ、握ってやっからな。周りの丸いやつ、ちょっと形表してんの、こいつ握っちゃえばおにぎりいけるから、よし行くよ。はい、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 おにぎり、おにぎり、おにぎりできました。食べよう、食べよう、食べよう、よし、のり巻きを攻めてね。全指ご飯粒コーティングされてるから、ちょっとこれ袋開けらんね。もうあの、のりなしでいきます。はい、いただきます。うわ、口つえ、口つえ、手あんなあっちいのに口全然ほかほかでちょうどいいってなる。うまいんだな。いや、相当大変でしたけど、おにぎりを食べることはできました。あっつ、ました。あっつ。あっつ。ああ、ちょっと待って。ああ、釜のこの縁もめっちゃ熱い。これね、あのやっぱり食べ物とかって粗末にしちゃいけないから、ちょっとこの辺に落ちてるのは全部私食べますんでね。そのやっぱり企画といえど、やっぱこういうのは良くないんで、はい、全部ちゃんと。食べますので、これどういう絵面、その大丈夫すげえ腹減ってるやつみたいになってないかな、ということで、あのご飯直接握るのは
大変だけど口総合杖、そういうまとめになりました。ということで、アイガッタ講座インナーマッスル、バイザイマー、チャンネル登録よろしく。いや、相当大変でしたけど、おにぎりを食べることはできました。あっつ、おー、ちょっと待って、あー、あ、釜の